めるなよ。くらえ。どうしたかカロット、防戦一方か。たまねえな。あっとやる気を出したか。トン。突っ込むだけじゃ俺には勝てんぞ。さっさと本気を出すんだな。さあ、思いっきり撃ってこい。時間だ。俺は帰るぞ。なんだよベジータ、オラまだやりたんねえぞ。今ブルマのところにウィスが来ているんだ。用事が済んで帰る前に特訓の約束を取り付けんといかんからな。スリー、オラも特訓してえぞ。ちょっと覗いてみましょうか、ビルさん。よし、一丁やってみっか。目を覚ませかカロット、楽しいぞサイヤ人の血。バカ言ってろ、そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。さっきから気になっていたのだが、後ろにいるのはお前の子ではないのか。違う。
この尻尾は何だ。サイヤ人の血を引いてる証拠じゃないか。何だってんだよ。父親のお前がなかなか聞き分けが悪いんだな。ちょっと息子を貸してもらうとするか。それ以上ご飯に近寄ってみろ。飛ばすぞ。カカロットよ、子供、もちろん、死体が。わあ、お父さん。ごはん。ピッコロ。おめえ、どうしてここに。やつの後をつけてきたのだ。その二人。確かに。しかし、おめえが言ってどういう数の。勘違いするんじゃない。貴様と組み、やつとやつの仲間二人とやらを片付。もちろんその後は貴様をぶち倒して今度。ブルマ、レーダー貸してくれ。え？おめえ、均等の速さについてこれるか。ふざけるな。俺様のは貴様のような情けない。カカロット、ごちゃごちゃ言い合うのはそれぐらいにしておくんだな。カカロットよ、我が一族の恥。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろう。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。見せてやろう。すまねえな。ちっ、手を抜けやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。ほんとか。ああ、だがこの技は火をためるのにやたら時間がかかる。貴様はその間やつと一人で戦って注意を引きつけろ。よし、食い止めてみっか。わあ、プレゼントしよう。
様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った2人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。一瞬で消してやる。くたばれ。違う。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな。ちょっと手を抜きやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。ああ、だがこの技は火を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様はその間、奴と一人で戦って注意を引きつけろ。よし、食い止めてみっか。なんだ。まだ子供だからとでも言いたいのか。心配するな、すぐに会わせてやる。あの世でな。貴様、ピッコロ、早くあの技を。貴様正気か。おめえを倒すにはこれしか方法はねえんだ。待たせたな。覚悟はいいか。あれ？待て！魔眼光殺法！この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。ちょっとり、だが、いいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て、遥か宇宙にいる。俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って、必ずここにやってくる。その二人が、ここにやってくるな。いつ。一年、たった一年後だ。一年。さらに強い戦士が二人。今度こそ、貴様らの勝てる可能性はゼロだ。一年の間にせいぜい楽しんでおくんだな。